二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ。そういうことが時々ある。ただずっと何か朝目が覚めるとなぜか泣いている。誰かを探している。星に待って願って手に入れたおもちゃも部屋の隅っこに今転がってる。叶えたに夢も今日で100個できたよ。一つ大切な交換後書いつもは喋らないあの子に今日は放課後また明日どこへもかけた。慣れないこともたまにならいいね。特にあなたが隣にいたらもう少しだけでいい。もう少しだけでいい。
知らない知らない無理して目をそらす。